今日は涼しくそうめんでいきたいと思います。今日はね、蒸し暑かったですね。そろそろもうゴールデンウィークに入って初夏の雰囲気が出てきましたからね。もう本当に過ごしやすい季節になってきました。だから今日はそうめんです。では冷えたそうめんいただきます。うん、冷えてるな。今日のそうめんはイボの糸、うまいですよね。なかなかね、それと小エビのかき揚げ、うん、香ばしい。そうめんってさ、お腹空いちゃっていて、がっつり食べたら、ある瞬間にふとも限界に来てますよね。お腹がパンパンになってるっていう、これお腹の中で膨れるからかな。やっぱり爽やかだな、こういうのな。ついこの間まで桜満開だったのに、もう散っちゃって、若葉の季節ですからね。こっちはね、すでに出汁つけてあるらしいです。うん。これの前ね、わさびを入れてみよう。うん、効く。
さびきさん、うわぁ、今のはわさび直撃だ。まあしかしそれもまあうまいということで、うん、これはうまいぞ。この頃って、そうめんにはあまり嬉しいもんじゃないんですよね。そうめんやラーメンとかの方がいいなとは、当然思うわけで。年を重ねるごとに、好きになりますね。うん、ちょっとこれ混ぜてみよう。うん、これはね、オクラが入ってるんですよ。うん、これはうまいな。なんかアメリカ人もオクラ好きですよね。オクラのスープとか映画に出てきますけど、向こうでも栽培されてるんでしょうね。今日のオクラはメキシコ産です。でもなんでオクラリーって言葉があるんでしょうね。オクラが入るとヌルヌルするからかな。サラそばもいいけど、こういうそうめんもいいね。うんうん、友達とそうめん食いやつときなんか2袋ぐらい食いだけで鍋いっぱいにそうめん作って、もう出汁だけで薬味もなんもないので食べてましたけどね。それでもうまかったな。うん、やっぱりこっちはオクラが効いてる。かき揚げもらす買っとけばよかったな。これ美味しかったのにな。you
今日は急激な満腹感来ないですね。まだビッグマックぐらい食えそう。あの新しいマクドナルドビッグマックなんだっけ、キーワー朝飯みたいんだけどな。まだ吉野家の今日と小麦も食べてないしな。いっぱいになったかな。いやーまだ80分目だな。でもこれ以上食べても太るしね。まあ太ってるんだけど太ってやったからね。でもなんかまだ食べれそうな気がします。しかしまあそうめんは美味しかったです。うん、それでは今日もごちそうさまでした。